年間っていう、まあ、あの間だったんですけども、本当に、ありがとうございました。自分の思いだとかそういったことは結構あのブログに書いちゃったところもあるのでまだ見てない方がいたら、読んでください。そうですね、一つだけ、このチームに来て、このチームに来る前はマリノスは、J リーグで、2連覇を達成したりだとかそういう状況の時に、僕がチームにやってきて、そこから、在籍してた6年間、一度も皆さんにそういう、J リーグでもいいですしナビスコ天皇杯何でもよかったんですけど、そういった、タイトルをプレゼントすることができなかったっていうことが、当然、僕だけのことではないとは思うんですけど、ただやっぱり、マリノスの、10番を背負ってっていう、そういう責任もありましたし、そこのところが、やっぱりずっと、サポーターの方に皆さんに、申し訳ないなと思いながら、すごい、気にはなってたところだったので、本当にそこは申し訳ありませんでした。マリノスでの、プレーは今日で最後になりますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ただ、僕自身、まだまだ、サッカーを続けますし、いろんな、形でそれが、テレビの前かもしれないですし、もしかしたらここの日産スタジアムでカマを知らないですけど、皆さんの前でプレーすることには変わりないので、今後も変わらず、自分らしいプレーを続けていきたいと思いますし、そういったプレーを、皆さんが見続けてくれたら本当に嬉しいなと思います。涙なんかも流しちゃってたんですけど、やっぱりしんみりして皆さんとお別れするの嫌なんで、歌いはしないですけど、いや、すみません、それはないんですけど、最後、本当に笑顔で皆さんとお別れしたいと思います。本当に6年間ありがとうございました。